みなさんこんにちは、りなです。今日はこちらです。馬肉専門店に来てます。初めての馬肉専門店なかもしれないです。馬刺しはもちろん食べたことあるんですけど、それ以外に馬が食べれるというのがあまり知らなくて、ドイツ人にとってはね衝撃だよね。全然ない、そんなことない。馬を食べる。でも今日は馬を食べたいと思います。新しい挑戦です。はい、早速入りましょう。はい、メニューは見てるんだけど、これほど馬からできてるものがあるなんて思わなかった。馬メニュー。Yes。焼肉の三点盛りと注文しました。頼みすぎじゃないですか。でもまだいろいろ頼みたいものがあったよ。お会計多分今1万円超えてません。そう？わからん。高いかもしれない。すごい頼んだな。馬肉が。でもなんか餃子とか、あとローストホースとかもまだ注文してないものがあるから。お腹いっぱいじゃなかったら追加で。そう。行きましょうか。Yes。でっか。はい。ありがとうございます。レナの顔ぐらいあるじゃない。普通にドイツのジョッキとそう変わんないよ。レナの顔よりでかい。じゃあ乾杯しますか。はい。ではでは。久々のお酒だね。そうだね。いつもレナが飲んでたから。最近の動画で飲んでない。乾杯。やっぱり顔をしてるあと気づいてる？その一口目で飲む量全然違いますよ。大ですから。大です。なくなりませんのでね。タカの体も大ですからね。グビグビ言った方がいい。確かにあんま飲むとあれだね。あとすぐにキャベツとあとお通しも来たから。いただきます。意外と菜の花とそのホタルイカ、そうなんか馬肉が来るかと思ったら馬肉専門店でメニュー馬肉しかないのにさ、お通しはホタルイカというね。うん、味付けが美味しい。馬肉のユッケなんて俺見たことないし、今日はいろいろ初めてのものだよ。混ぜて。本当にこの赤いお肉が絶対に美味しいよ ね。しかもヘルシーじゃない？イメージヘルシー？わかんないけど、馬の肉ってヘルシーじゃない？あと筋肉つきそう。味付けもいいし、まあ、赤い肉だからちょっと歯切れがビーフほど良くないかな。あれは美味しい。見てこれ。うまっ。さっぱりしてる。お肉自体はさっぱりしてるけど、タレがパンチがあるからちょっと甘みがあるよね。甘い。うまっ。うまっ。やばい、レナが映ってきた。やばい。やばい。やってしまった。もう動画から消えたい。恥ずかしいよ。レナさんのネタを撮ってしまった。このお店に来てる人が、こういうダジャレをする人が 100人中100人だよ、絶対に。うまくって、単純にうまって言っちゃった。あー、レナが喜びますよ。レナが毎日親父ギャグ言ってるから、俺も映ってきたよ。恥ずかしい。日本人として恥ずかしいわ。でも本当に美味しい、これ超美味しい。お、飲みプリンね。飲みプリンですね、シャー。美味しい。ドイツはマジ味付け、マジ神ってんだけど、うますぎて。だいたい馬食べない。なんかすごい安いお肉のお店があるよ。馬？うん。日本高いよ。日本馬肉って言ったら高いからね。ね、馬刺しは高いよね。そう、高い。なんか日本の馬刺しのための育てる馬、食べるために育てられてるのかな。ああ、わかんない。でもそうじゃない。ドイツはそうじゃない。食用のお肉、馬なんじゃない。ドイツは違う目的の馬がもう使えなくなったら、もうなんか馬のソーセージになるみたいな感じ。あ、じゃあ日本のが絶対美味しいじゃん。だって専用で育てて作ってるから。そう、絶対にそうだよ、ね。サラダも来ました。馬多分入ってないと思う。入ってるかな。入ってない。多分入ってないね。これは普通のサラダでございます。野菜もちゃんと食べていきましょうね、社長。お肉ばっか食べてると体がおかしくなりますよ。何、お肉はプロテインの塊だから体にめちゃめちゃいいって聞いたことあるけど。そう、筋トレしてる俺にとってはね。家でボーッと寝てるレナさんにとってはそんなに良くないかもしれないよ。そっか。来ましたよ、馬刺し三点盛り。なんか全然違うよね、3つとも。そう、全部同じ馬から来てるのに。まあ部位によってね、脂がある。だからレナも一緒じゃない？
お腹の脂があるところと何を言いたいの。いろいろあるよ、人間でも部位によって一緒じゃないですか、社長さん。私は可愛すぎて私を食べたいよって言ってる。脂ブヨブヨだねって言ってる。で、これをタレとこれの醤油、九州産の甘醤油で言ったねと、これのね肉寿司来ました。わーすごーい、肉寿司うまそう。はい、やありがとうございます。はい、馬肉寿司です。いや、私はこういうのが好きだよね。馬肉わー、なんか今炙ってもらったやつから食べれば、そうそう、すぐに食べた方がいいよね。これ何もつけないのかな。多分そのままで食べると思うよ。あ、そう、知らない。赤身だから脂身が少ない。うん、美味しい。これもうまそう。横にあるやつ。こいつ。なんか、俺真ん中食べようかな。これなんだろうね。馬肉。いただきます。うん。またうまって言ったら殴るよ。おいしい。あ、よかった。ちょっとなんか噛まなきゃいけないね、うん、そのビーフの寿司と比べるとちょっとなんか歯ごたえがいろいろあるけど、でも味が美味しいよね。マジうまい、最高。ラスト1個。うん、これ柔らかい。柔らかい、うまっ。待って、いたんじゃない。なあ、うまっ。親父、なんか俺らもうさ、焼肉行ってもさっぱりしたお肉ばっか食べるじゃん、うん、そういう人にとっては馬肉最高だと思う。全部さっぱりしてるもん、うん、脂っこいとかない。脂じゃない人は本当さっぱり、馬肉食べた方がいい。さっぱりして味も美味しいし、うん、なんか食べててヘルシーな感じがする。こっちも行きますか。そうだね、ね、馬刺し三点盛りも行きますか。どうしました。あ、お水、お水頼みますか。タカ今日遅い。お水で。私はタカより早かったよ、飲み切れる。明日用事がありますからね。九州の甘醤油。はい。で、何からいきますか。これ一番美味しそう。お、霜降りですか。で、これ本当なんか見た目牛みたいな 見た目だけどね、うん、そうだね。ネギと生姜。お、こっちにつけて。甘辛の醤油、うん、ネギも欲しいです。あ、ここにネギもいっぱいあるもんね、うんうん、あ、でも牛と全然違う。あ、全然違う、うん、牛刺しとかと全然違う、うん、あの油があるけど油の感じが違う、うん、あ、そうなんだ、うん、皆さんどう違うか今聞こうと思ってるよ。そんなに溶けやすくない。で、なんかそんなに油油って感じもない。基本さっぱり。うん、じゃあ俺この赤身というかもも、ネギも乗っけて。すっごいネギを乗せてるね。これは手でやっちゃダメだよ。え？なんで？そういうルールだよ。あ、こちらでいい？薬味を手で触っちゃダメだよ。あ、そうなの？ Yes。 俺の手綺麗だよ。関係ない。安心して。しょうが。で、巻いて、見てこれパンパンだね。めっちゃ美味しそうじゃない。はい、超美味しそうでしょ。ちょんちょんちょん、いただきます。あ、食べた。うん、いかがでしょう。超さっぱりしてる。あー、なんかね、赤身って感じする。噛まなきゃいけないって感じ。噛まなきゃいけないこともないよ。なんかね、変な繊維もない。あ、だから本当にすごい噛み切れるし、ビールに合う感じ？合う、全然合う。さっぱりしてるし。まあ、馬刺しはよくあの居酒屋メニューでしょ？そう。あ、そうだね。馬刺しだけで言うと居酒屋にもあるもんね。そう、居酒屋メニューだから。うん、飲み物、ビールに合う。例の社長さん。はい。たてがみですよ、これ。これちょっと怖いけど。これ多分一番さ、この何、霜降り感があるというかさ、この脂感があるじゃない？どうかな？に。
ネギと薬味と、あれはこれに生ニンニクは私は食べれない。あ、そうなの、食べれないんだ、生ニンニク。全然油感がない。あ、そうなの、うまい。たてがみってよくさ、ベタベタな油のやつあるけどね。うん、さすが専門店。柔らかいけど、もうなくなってるやん、口の中もう溶けた。あと今発見したけど、レナこの生ニンニク食べれないんだって。うん、生ニンニクは気持ち悪くなる。あ、そうなの。今油引いてもらいました。ということは、この後馬肉焼肉が来るんじゃないですか。うん、レナ所長、お酒も来ましたよ。何頼んだ。梅酒。同じやつ。やつまらん人間ですね。それは毎回ビールしか飲まない人に言われたくない。ん、文句ありますか。No。今カーって言うかと思ったらカーって言わないんだね。梅干しみたいな顔なだけだね。来ました、馬肉焼肉。あ、パンも来た、すごい。パンと肉。じゃあ焼肉用のお肉なんですけど、生でも食べられるぐらい新鮮なお肉で、はい、ご用意しております。赤色の文字のお肉と黒色の文字のお肉ございまして、焼き方が違ってきます。もしよろしければ何枚かこちらでお焼きすることもできますが、いかがですか。焼いてもらおうか。ぜひ、はい、お願いします。出来上がりました。綺麗です。綺麗。うわー、うわ、来た。ドボーン、こんな感じで。いいな。これ塩ごま、オスベースの白ごまだって。うん、うん。カメラが。はい、こちら蔵下、あの馬の蔵が乗るところの下にある、あの背中のお肉だって。油が多いね。蔵下だから、この玄米塩、玄米とお塩が2対1ってだけ。1対1。てかさっきのヒレめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。カメラがさ、ふにゃんってなったけどさ、俺も食べたけどめっちゃうまかった。もっと、もう2枚が欲しい。ねえ。これめっちゃ美味しい。超さっぱりしてて。今まで今日食べた、超良くて、そのお肉の中で一番美味しかったのが、ね。馬のヒレマジうまい。で、クラシタ行きますか。で、それの、ね、この塩をつける。ミディアムレアで。つけすぎちゃう先生。あ、でもあれが多めにつけてくださいって言われた、ね、塩分控えめだから多めにつけてくださいって言ったね。うん、油が多いけど脂っこくはない。おいしい。これはタンです。でも牛タンではなくて馬タン。馬タンです。バタン、バタン、バタン、ボタンです。バタン、馬タンです。うまそう。あ、もう焼けてるね。これはこれかな、このお酢ベースの白ごま。はい、いいよ。はい、うん、おいしい。おいしいけど普通の牛タンとそう変わんない。あ、そうなの。じゃあ牛タンって言われて出されてもわかんないね。わかんないかもしれない。ちょっとタカが試してよ。合ってんのかな、このタレ。知らない。美味しいよ。うん、本当だ。牛タンに近いかも。ね。あ、弾力あってうま。あ、美味しい。うま。うまって言ってやばいと思って、美味しいって言い換えたから編集で美味しいのとかだけ。おいしい。あ、弾力あってうま。あ、弾力あってうま。あ、弾力あってうま。最後は、最後はそうだ、ね、ラムダゴミディアムレアでいきます。うわ、最高な家じゃんこれ。焼肉好きには止まんないんじゃないこれ。しかもこれもさ、ちょっとさ、赤身っぽいからさ、赤身俺らが好きなタイプじゃない、うん、さっぱりいける。でもさっきのヒレが忘れられない。なあ、ヒレマジうまいんだけど、まあ、焼肉でもさ、ヒレってうまいもんね。最近よくヒレばっか食べてるじゃない。なんかヘルシーな感じするし、歯切れいいしね。イエス。ちゃんとマネジメントしてますか。うん、でもなんか遅い。まあ、端っこ火が弱いって言ったしね。真ん中が一番火が強いって言った。逆でしょ。え、真ん中が一番火が強いよ。そうだから玉ねぎ焼いてきますねって言ってた。何、うん、多分俺の記憶が正しければ。
じゃあこれを食べてみます。ラムダボ塩で。ラムダボってどこなんだろうね、場所は。玄米塩でむせてますよ。シャチャさん、シャチャさん玄米塩つけすぎたんじゃないの。肺に入った。タン、ラストタン。大満足。このタレ美味しい、本当に、ね。なんかお酢と白ごま混ぜたタレって言ったけど、特製かな、お店。さっぱりして美味しいよね。そう、塩もめっちゃ美味しい。玄米塩、満足ですか。満足です。大満足ですか。もう馬がそんなにうまいと思ってなかった。おお。あなたの味はやばいね。飲み終わりましたね。美味しかった。え、一杯だけ飲んだの。うん、本当に。うん、本当に動画に映ってないところで5杯ぐらい飲んでるかもしれないけど、それは皆さんのご想像にお任せします。そうだね、私も気づいてないから、だからどれぐらい飲んだか分かんない。ベロンベロンかもしれないよ。馬肉もユッケも焼肉 もう全部美味しかった。刺身も、はい。皆さんはちなみに馬肉は食べたりしますか。好きですか、好きじゃないですか、コメントで教えてくださいね。あと今日のメニューでどれが一番美味しそうだったかね。うん、レナ社長の一番のお気に入りはヒレ焼肉。ヒレ焼肉です。確かにうまかったな。俺ユッケがうまかったな。あ、そうだね、一番最初に食べるのがなんかね、さっぱりした。感動したらあれマジうまかった、うん。名古屋に住んでる方はぜひ、まあ、ここに来てください。でもなんかあのググったら、うん、馬肉専門店みたいなのが多分日本 全国的にあるんじゃない。ああ、なんか他にもいろいろありそうだ ね。でもこの名古屋のひづめっていう味噌はマジで美味しい。美味しかったです。はい、この動画はここで終わりにします。うわ、楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。